こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。いいね。ねえ。なんかこれで本当らしい雪降るのかね。うん。ね。そんな感じしないけどね。うん。ねえ、まあ、うん、年に何回か降るからさ。うん。な。うん。で、何年かに一遍積もるわけでしょ。うん、毎年積もるね。いやでもほらすごい積もって雪だるまが作れるぐらいの時もあるしさ、うんうん、そうだね、昨日さスーパー行ったらさやっぱさすがだよね、もう雪対策って言ってさ、うん、あの雪かきのあのスコップっていうかさ、うん、あれが置いてあったんですよ、家に。あ、そう。なんかそれ見たらやっぱり降るのかみたいな。やっぱりそうだな、それはそうでしょう、うん、そういう年売れないからさ、別つうのな。まあね。あ、でもほら何年か前に降った時にさ、うん、回ったけどどこもなかったの覚えてない？あったあったあった。うん、大きなスーパー行って、そりゃそうだよ、降ってから行ってもダメだよ。そうね、だから降る前に備えあれば憂いなしでさ、うん、ということもあるね。うん、うん、なんじゃないやっぱ。そうだね、うん、まああのあれでな、ちりとりで浮き上げたことあったからな。いや衝撃だった、川越、川越のマンションに行った時に、うん、何するかと思ったらみんながあとちりとりを使って浮き上げしたわけ。そうだよな、もう私からしたらもう考えられないよね。そうだよな。で北海道なんてさ、どこ行ってやれば売ってるボブスレー、何雪運ぶボブスレーか何かさ、コンビニだって置いてるわけだ。うん、そうだよな。うん、まあそれは売ってないのみたいな ところ違えばだよ。な、いや本当日本ってさこんな狭い国なのにさ、全然違うわけじゃん。そう。だったかい、小笠原。そうだね。決まりました。っていうか、ね、一度、もうこれもこれで告知してるかもしれないけども、うん、告知したよ。出発日変わりました、うん。変わったんだよな。7月の31日に出発します。うん。でもね、もうそうだね、うん。うん。まあ、ちょっと事情があって、変更するようになったけれど、うん、変更したことによって。結果的には、なんか良かったね。宿がきちんと決まりました。そうだよね。うん。ね、いろいろとね、うん、いや曲折はあるんだよね、こういうのはね。でもまあ全てが神のお導きでしょ、きっと。そうだね、うん、まあこれで動けるということで。そうだね、決まったらこう動きやすいじゃん。そうだね、なんかどうするどうするどうするって時になかなかあれだけどさ、えいってこうさ決まったらさ、うん、なんかワクワクに変わるっていうかさ。だけどさ、うん、ね、うん、もうあなたが毎年小笠原行くとかさ、それをさみんな言う、そんなに変化。それから自然栽培だミツバチだってさ、うん、そういうことをさ勉強しようと思う、うん、そういう集まりに行くとかさ、うん、俺は未だに信じられないんだけど。それさ、それ偏見だと思うんだけど。そう、うん、偏見じゃないよ。いやだからそれ私に対する偏見だと思うんだけど。いや偏見、あなたのずっと今までの、うん、行動とか、うん、思考とか、うん、そういったものを考え合わせてみると、うん、そういうことはありえない。でもさ、私は昭和36年生まれでさ、うん、まだあの北海道にはさ、まあ、馬が走ってたったらすごいかもしれないけどさ、うん、あの馬もさ通ってるのとか見てるんで、私、うん、ギリギリ私はその世代なのよ、うんうん、だからそれがどそれは別に関係ない。いやだからちっちゃい頃は別に虫取りもしたしさ、うんうん、虫かご持ってね、そうだからさ、そんなことしてたんだよ、うん、別に。だからね結局さ、うん、やっぱりなんかのどんどん成長するにつれて、うん、思い込みとか入ってくるわけよ。でも触れる機会がなかっただけじゃん、多分。うん。いやいや、でもさ、うん、触れる機会があるかどうかじゃなくて、もう虫は何か嫌なものだとかさ。うん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 。ね、そういうものがどっかで刷り込まれるわけよ。うん。それはひょっとしたら、親がそうだったかもしれないし。周りがそうだったかもしれないし。また虫取ってきてやめなさいとかさ。そうそうそう。そう。うん。だから親がそれ怖がる。親が怖がると子供怖がるからね。うん。そういうことだったかもしれないし。でもやっぱりさ、子供たちがさ、幼稚園ぐらいになった時にさ、どんぐりとか拾ってくるじゃん。うん、で、どんぐりで、例えば工作しようとかと思うじゃん。うん、で、置いとくじゃん、ビニールに入れて。そしてやっぱ中から虫が出てきたりするとさ、うん、わーってやっぱ思うよ。うん、そう。うん、でも大変、どんぐりじゃん、あんた。白菜とかさ。大変だったやんた。大声でギャーって何事かと思ったら、ちっちゃい虫がついてるわけでしょ。俺もだんだんそれこそシャレじゃないけど無視するようになったよね。本当に。バカバカしくてさ。そう。もうん、な時代があったからさ。うん、ねえ、なぜミツバチってさ、うん、俺は可愛いよ。うん、まあ、あなたも勉強したら可愛い。行った、ミツバチのね、うん、養蜂も見に行ったことあるしさ、うんうん、そうまで行って、あのミツバチの可愛さもわかると思うけどさ。うん、だけど一般的に言えばさ、うん、蜂だからな、うんうん、刺されるとかさ、うん、ね、もうすぐ殺虫剤さ、
まあね、だから、うん、あの、刺す蜂と刺さない、刺さないっていうかさ、どうしたら蜂が刺すかっていうことを知っていれば怖くないんだけど、うん、あ、やっぱそういうことでしょ、知らないから。だからさ、スズメバチだってさ、うん、何が何でももう、誰が誰でもさ、こう追っかけてきて刺すわけじゃないんだから、うん、別に刺すのが趣味では何でもないんだから。うん、やっぱり人の危険を感じるからでしょ。そういうことなんだよ、ね。防衛本能だからね。そうそうそう。それは熊だって一緒だと思うしさ、うん、何でも一緒だと思うんだよね。うんうん、だからさ、下手に刺激しなきゃいい、ミツバチだって刺すんだよ、あれ、刺激すれば。いや、そりゃそうでしょ。な、うん、だからほら、例えば公園で遊ばすときにさ、うん、例えば、なんだっけ、黒とかさ、黄色とかがなんとかね、うん、良くないとかさ、なんか色があるじゃん。ミツバチに刺されやすい色とかさ、虫が寄ってきやすい色とかさ。あるある。うん、だから、そういうのをちゃんと勉強していれば、うん、被害は少ないかもしれない。まあ、そうだね。うん、でもまあ、やっぱり、あれだよ。愛だ、やっぱりな。まあ、最終的にはね。最終的にはね。そうそうそう。うん。うん、だけどさ、本当に、あれも、高橋さんな、うん、銀座ミツバチのな、うん、あの人もそうだしさ、うんうん、やっぱりミツバチやってる人はミツバチとか大好きだよ。いや、そりゃそうだ。ああ、本当になんかもう愛しい、まあ、ペットみたいなもんだからな。うん。うん、大事に大事に、こう、育てるよな。うん。うん。まあ、でもほらね、岩崎監督もさ、映画、うん、ミツバチの映画。でもやっぱミツバチがもう明らかにやっぱり少なくなってるっていうのはこれはもうみんなの共通認識だよね。それが農薬だということで。うん、そうだよね、うん。だからそういう意味では自然栽培とミツバチってすごくこうぴったりと合うわけでしょ。だから佐伯さんも言ってたけどやっぱ美味しいって言ったじゃん。イチゴがさ。そう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 。たくさんできる。たくさんできるしね。うん。うん、収量が上がるし、うん、味はいいし。うん、でミツバチからの蜜ももらえて、ミツバチも安心してそこで飛び回れるっていうさ。うん、そうだよ。ね、うん、そうだからまあね、その小川沢にもミツバチがいるんだよ。蜂蜜ね、小川沢の蜂蜜有名っていうかね、人気なんだよね。うん、去年買ったな。そう、去年もさ、うん、もう今年も買えないなと思ったら最後の最後船が出る時にさ教えてもらってさ、今あるよっつって なかったのはね、おととし、その前かな、ロザリが行った時。そうそう、あの時は抽選だったのな、数が少ないから。そうそうそう、その時期だったもんな。抽選でって言ったのがあれ何年だ、おととしだよ。おととしか、もっと前か、もう一つ前、もう一年前だ。去年、一昨年、そうだね。そうだな。2015年か。うん、そうそうそう、うん。そうだったよ。あの時はなかったんだよね。そうそうそう。うん、だからさ、まあね、父島でやってるらしいからさ、うん、ちょっと養蜂の見学もさ。もしね、可能だったらね、見せてもらったら。行きたいよね。うん。欲しいなと思うんだけど。そうだね、うん。うん。まあ、だからそういう面でさ、なんかこう、やっぱり幅が広がっていくね、いろいろとね。うん、興味の幅っていうかさ。そうだから何回も小笠原行ってることによって、うん、去年はほら、ESK、あとコーヒーカフェね、うん、カフェで、うん、あそこに何回も私行ったしさ、うん、あそこはあれだったな、コーヒー豆、コーヒーを、ね、そうそう、コーヒー豆を、あ、コーヒー豆もあれだね、花咲くでしょ、あれ花咲く、そうするとそこで、蜜も取れるわけだから。どうなんだろうね、そのうちたちはほらネギのところでさ、ネギの花、ネギの花でな、蜜取ったらネギ味の蜂蜜だったな、うん、あれ面白いね。あ、だからあれでお料理とかにね、そうそうそう、普通の、うん、なんていうのパンにつけたりとかさ、うん、そういうのには使えないけどな、うん、だからネギ匂いするから、左にネギの匂いするから、ね、だけどもそれをさ、うん、どうやんだろうね、あれ、なんかだしに使うの。いや、だからお料理に、料理にね、うん、そうそう、ネギ味噌かなんか、味噌かなんかにさ、蜂蜜が混ぜるとかさ、ね、それは面白いよね。うん、うん、だそうやってやっぱ違うんだよ、味がな。うん、そういうのも面白いよね。うん、だからお母さん、うん、今ね、ほら、自然栽培パーティーでは沖縄でもさ、やるって言ってたじゃん。うん、うん、そうだよね。だから楽しみじゃん。あちこちでさ、沖縄でも手あげて、蜜蜂やり、ここで手あげて、手あげてってさ。うん、関東でもこれからもどんどん増えていくだろうし。そうだよな。うん。うん、だから、ちょっと小笠原の農業事情とかさ、うん、それから福祉の事情とかさ、うん、そういったのちょっと調べてきたらいいな、今度はな。うん、面白いと思う。な、うん、ちょっとそういう状況を調べてきて、うん。うん、まあ、農福連携が本当、小笠原でもできるかもしれないし。そうだね。な、うん。うん、まあ、小笠原特産品な。うん、何だっけ、パッションフルーツとかさ。そうだね。な、どういうふうに作ってるか知らないけどさ。うん。な。あとほら、なんだっけ、バナナの小笠原っていう品種を沖縄でほら、ああ、そうだね、そうだね、高原さんな、うん、作ってやってらっしゃったりとかするからさ、うんうん、まあなんかそういう視点で見てったらさ、本当は違った面白さがあるよね、いろんな、うん、そう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 、うん、うん、面白いと思うよ、うん、うん、そういう形でやっぱそれぞれの地域でさ、やっぱりこう、うん、あれが違うんだ、気候違うんだからさ、うん、違うものができたり、同じものでもやっぱり味が違ったりとかさ、うん、いろいろあるわけじゃん。うん、
なんかだからそういう特徴を生かしていくっていうのかな、うん、で今はどこでも同じものができるようにってさ、うん、いうふうなあのこう指導なんかなされたりするんだろうけどさ、うん、そうじゃなくてさ、うん、やっぱりここはここ、うん、ね、あのちっちゃいけど美味しいとかさ、うんうん、そうだね、なあのちっちゃい玉ねぎの話したじゃん、あの、うんうん、どうしても小ぶりになってしまうと自然栽培でやるとね、うんうん、でもでかきゃ一文ちゃうからね、うん、ただやっぱりね野菜は、うん、あの小さい方がだんだん好まれるよね、単身価格だったりとか、そう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 、そういうことだよね、上がるから白菜とかでっかい白菜じゃなくてミニ白菜とか割ってるしな、あの、うん、切ってるしな、うんうん、好まれてるのもあるから、そうだよな、そこを生かしていけばいいじゃん、うん、そういうことだよな、うん、でなおかつ美味しいんだからさ、それはあるね、なあ、うん、ああ、ま新しい楽しみ方を特徴を生かしながら、いいね、はい、小川さんは4月31日出発と、ね、決まりました、ね、あなたがね頑張ってくれて私は嬉しいよ、何それね、そういう上から見せやめてくれるかな、はい、どうもありがとうございました、すっごいやめてくれる、ありがとうございました、ありがとうございました。